はいさい、はいさい、はいさい。今回ですね、はい、こちら炭火焼肉大、はい、実はですね、ハイサイ一回来てるんですよ、はいはい、竹市と、はい、あ、そうなんだ。そうで、ハイサイ資金がカツカツで、はい、何も頼まんかったんですよ。頼んだんだけど、うん、あんまりね、思ったよりね、好きなもの頼めんかったんで、うん、まあ、今回はね、遠征帰りということで、はい、まあ、お疲れ会ということで、はい、来ております。ここね、めっちゃ美味しかった記憶あるんですよ、はい、好きなの頼んでいいですか。いや、いいんじゃない、今回はね、入ってきますか。はい、じゃあ元気よくお願いしますね。ハイサイ探偵団ですって言ってください。はい、こんにちは。こんにちは。いらっしゃいませ。よろしくお願いします。お名前を言ってください。はい、ドキドキするな、なんか石垣漁って、めっちゃになりますね。うわ、広っ。トンネルとか食わず嫌いかなと思いますね。そうやだ、まず実食ってやつです。うわ、お邪魔します。うわ、めっちゃ高級感だね。ふわふわ、ここで8名席か。4年ぶりに来た、マジで。早速メニュー見るか、じゃあ。せーの、ドン。わお、出ました。あ、いいや、いいや。うわー、やばい、サッシがやばい、サッシがやばいことになってるね。形が超綺麗、角斜めにも。すごいね、船盛りとかやばくないですか。はい、なんか豪華だな、刺身みたいだね、これね。うん、まあ、サムネのためにこれ言ってもいいのかな。サムネのためにね、見たくなる。船盛りのチャーターはいくらかだったのね。チャーター2万8000円で、うわあ、チャーターで言ったら安く感じた。安く感じてきた。沖縄本島の相場が7万ぐらいかな。ああ、安いね。安いかも。半額以下ですね。あ、なんか、あ、これめっちゃタン好きなんですよ。タン、うわ、ごかしたやば。これめっちゃ食べてみたいです。ハンバーグみたいな、超分厚くないですか。マンゴーみたいな形にもして。マンゴー、マンゴーの切り方ね、わかりやすい、わかりやすい、わかりやすい。通称じゃあマンゴー一つと、マンゴー一つ。あ、これは2馬力ボートみたいな感じ。シシトウも美味しそう。あ、これやっぱさっきのが寒いの強いかな。さっきのいきます。さっきのがやばいね。いいですか、骨付きからでもめっちゃうまそうだ。ふと、うわ、全部美味しそう。で、炙りネギ美味しそう。美味しそう、僕もそうだね。これ、もう大トロだろ、これ。どれ選んでいいか分からんからな。うん、ユッケもまた美味しそうだね、これね。なんか、なんか多分だけど、うん、おすすめは、うん、近代マークがついてる。近代マーク、あ、本当だ。白大でしょ。よく気づいたの。白大、これ、金色の大。一個戻るよ。うん、これ大、白大、白大ってことだ。多分おすすめっていうか、高額なのは、そういうの。あ、なるほどね。わかんないけどね。あ、じゃあさっきの2万、粉盛りはついて、あ、白。あ、俺の、あ、これついてる。あ、これついてるんだよ。いい部位使ってるとかかな。うわ、デザート。あ、デザート、あ、伊勢海老。あ、海鮮もあるんだ。海鮮もあるんだ。伊勢海老だ、本当に。あ、でもこれはよ、やば、予約だね。あ、予約か。予約しちゃうんだね。じゃあ一通り、じゃあ注文しよっか。はい、注文し、気になったもの。はい、はい、で、注文していきます。ライスは大、うん、僕は大三大です。ライスは、はい、大ライス大、はい、塩で。あんなに振ってキムチチャーハン、あんなに振って醤油。じゃあ残すのが一番失礼ですから。だからね、ちょっと時間余裕があるんだったらちょっと切ってもいいですか。はい、この大っていうこの四角に囲われてる金色マークと白マークがあるんですけど、これ意味ってないんですよね、別に。ありがとうございます。ありがとうございます。おー、美味しそう。こちらですよ。すごっ、初めて見たこれ。01、あ、でもいい。何これ、0.1% ってこと。01。ノンアルコールビール、ビールっていう名前ついてるけどお酒じゃないです。うわ、泡多めでいいか。泡多め。泡多めとかできるんですか。これ割り箸でできるんですよね、泡。真剣につくる。ありがとう。いや、本
20万円生、お疲れ様でした。お疲れ様でした。僕はだけ続きますか。冷たい、そん強めんの美味しい、美味しい、美味しいな。タレが透き通ってる、なんか醤油っぽいね。うん、食べたい。しかも備長炭、うん、旬とか言ってたし、食べるって。そういうこと、ちょっと高いよな。なんで？すんと違う。今までいけるの？いいやつ。はい、もう何？すごい。すごい。宝船ってやつだな、これ。野菜がうまいですかね。食事に乗ってるぞ、これ。これ全部うまいでしょ。あ、なんか、バチ当たりそう。うわ、すごっ。焼いちゃいますか。焼いちゃいましたね。これ味の違い分かるか。順番に、順番に行こうか。順番に行く。順番に行こうか。俺たち靴ですから出れるか。無理っぽい。靴ひも、これしっかり、しっかり結んで。靴ひも。しっかり結んで、友達しなくて。とかね。OK。やったー。順番に。美味しそう。これカルビです。カルビ。これ優勝。宮迫がオープンするって言われてるから、牛宮。はい、もうこれ光のようにこれ辛口コメントで感じるんで、これバンバンな、これそうっすよ。とりあえず光です。全然言ってなかった真似する気なかったからご飯と、はい、スープとご飯がついておりますね。うわ、美味しそう。なんかご飯が美味しそう、ツヤツヤしてる。本当だ、ありがとうございます。米が立ってる、うん、これがいただきます。また肩が増えて育ってくる。あ、教えて。さらに俺も生まれた、育ってくるから。ごめんな、ごめんな、先にサラダ行くの。あ、美味しい。サラダドレッシング最高。ちょっと避けとこう。ドレッシングすごいじゃん。いただきます。やっば、やば。これ絶対歯茎に筋がかかること一切ない。歯茎に筋、柔らかっ、めっちゃ柔らかい。米の硬さもいい感じだし、うん、米一つ一つがでかい。次はありがとうございます。お願いします。おしゃれでしょ。うわ、美味しそう。これ単勝負、単勝負そのだって美味しそうなんだ。すっごい、うわ、柔らかっ。ロース、うん、ロースと思えない。香りが超いい。柔らかご飯めっちゃ行くな。ご飯行く。うまっ、うん、どこの米使ってるんだろう。これ美味しい。タレがさっぱりしてるからなおさらうまい。次が特上カルビです。出た、特上カルビ。太厚みがある、厚みがある、厚みがあるな、これ。これ焼きすきって言って焼肉のすき焼きです。すごい、一枚だ、一枚。これマスロですね。ご飯これ贅沢すぎだろ。これご飯一皿いっちゃうじゃん。ご飯乗せてあったりして、あら、うわうわ、食べ方がわからないからよ。からの、うわ、うん、おいしい。やばいっすか。うん、ネギが合う、めっちゃ。もう取ってない、取った。分厚い特上カルビ。あ、これはあれ、これはロース、特上ロースね。今焼いてる棒状のやつは特上ロースね。ありがとうございます。ママがママ入るか。やりすぎた、やりすぎ。やっぱりあら、美味しそうな。あ、中落ちどうでしたか。中落ち美味しかった。まずは汁から。僕あったんですね。うわぁ、いや、3センチあるよ、これ。これ切るのがめんどくさいからってことじゃないですよ、いやいやいや。これ、ちょっとディープ削ったら小さそう。こんだけ太かったら、もっと大変なことが起きました、これ。うますぎです、この汁。これ、こんぐらい、この厚みで焼いても、柔らかいってことだ。そうだね。ってことだよね。ってことだね。うん。
通るかどうか不安だけど、多分通るんだろうね。あ、でも切り目入れてくれて、あ、火が通りやすいよね、刺し、うん、いいよ。肉のレベルが高い、これ普通の肉じゃない。どんな特定、いや、これスープの肉だけ一回食べてみてください。やばい、危ない普通の肉だったらちょっと歯にかかったりパサパサしてるイメージあるじゃないですか。これレベチ、一回肉食べてみてください。あ、美味しい、めっちゃうまい。うん、カサカサ感が一切ない。ん、ナッパーで持ち帰りたくなるぐらい美味しい。ナッパーみたいな言い方してる、ナッパーってベロと前歯で噛みちぎれた。やば、 歯のない人の離乳食ではどうか。お口の中へ行ってらっしゃい。うん、めっちゃやばい、うまっ、肉のプリン、うまなんか一応分かる、言いたいことは分かる。肉のプリン、肉は飲み物みたいになってくる。起きた骨付きカルビですね。でっか、やば、はい、おっきいなこれ。え、めっちゃでかい。いいな、ここまででかくするのどれぐらい。マジで溶けるんだけど、卵とおるの芯つけたろこれあ、これ焼いた、焼いてる焼いてる。あれや、うん、やばすぎな、これステーキ、ステーキより熱いよ見てこれと比べて。これが牛タンでしょ、牛タン飛行機の時間までに焼けるかな、これ。やばい、腹いっぱい。いや、これ。やばくねえだろうなと思ったけど、一応。中濃度段階で。なんか、エビは、こんな皿にキムチチャーハン入ってると思ってます。ほら、普通の言い訳タイムになってまった。あ、大変。確かに、エビは多いね。量多すぎ。参りました。メニューに載ってるよりも器が大きい。これはフォーラーフォントだった実物大って書いてないんで写真はイメージです。まあ小さいよりはいいよな。小さいよりかは、確かに小さいよりはいいでしょ。今からビビンバもきますよ。あら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 、チーズ石焼きビビンバ、さらにでかくなりました。ですか、もういいだっけ。俺頼んでないよ、俺白飯だよ。すごいね、うわうわ熱いね、うわ、はい、おわバンバン熱いよ、本当に。どうっすか本当にうわ、やばうわ、やばあの音が、これの量やば1.5 リアルリアルリアルな、トントンヨグヘルプあら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 、やっちゃいますね。出来上がりそうです。出来上がりそう、ビビンバ、いってらっしゃい。でも食べたことない、食べたことないビビンバ。あ、チーズが入ってるからな、マイルドなんだ。うん、マイルド。で、牛タンはちょっと行きたいな、俺も。でも、こいつはきついな。沖縄で。沖縄で。塩入れて。で、次タレいったら。噛み切れる。全然くる。うまっ、噛み切れるの、全然噛み切れる。すごい。うまっ。じゃあ、モリー一つ行こうか。おいしい。おいしい。でも、タンって思わないような。タンではないこれ。タンだろ。いつも感触コリ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 ってあるけど、これないから、うん、つくねみたい。いいつくねみたい。辛ないと思うなそれ。つくね。それ多分つくね。タンだぜ。コリコリしてるよ。あれ？ちょっと。一旦。あ、無事？何時今？まだネギに、あと近されてるから美味しい。うん。
メニューはもう全部ありがとうございます。そうですね、今のところ一応全部すいません、ありがとうございました。すいません、ありがとうございます。美味しい、美味しい、さすが。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや幸せですね。お腹いっぱい。いや4年前ね、あまり食えなかったんで、はい、またね、こういう風にメンバーと食えて最高でした。めっちゃ美味しかったね。美味しかった、大満足、うん、タンが衝撃的だったな、うん、牛タンすごかったね、美味しかった。胸盛りがね、うん、すごい面白かったね、うん、初めてこんなにいい肉食ったかもしれない、うん、はい、ということで今回は遠征帰りにご褒美として石垣島の最強な焼き肉屋さんに来てみたでした。ご視聴ありがとうございました。